いや、どうもです。もいや、もうね、1月も、もう進んでね、早いですね。もう早いですね。岡田和司が対談。対談しました。うん。まあね、まあ、マキオさんはまだね、いますけど。岡田サンスパはまだマキオさん、でも、レインメーカーの対談というところ。まあ、あの、マッチメイクを見ればほぼ規定路線なのでは。マッチメイク、まあまあ。あの正月の。そうですね。外国行くんですか、これ。はい。AEW とか行くんですか？ AEW ね、行くんじゃないですか？あ、すごいですね。これとやるんですか？世界的になるんですかね。なるんですかね。もうなんか登録商標したらしいですね。レインメーカーを。選手どうでした？選手。選手ですね。八代亜紀さんね。お亡くなりになって。これ、まあ、あれも言ったんですけどね。八代亜紀さん、ね。普通に8勝ってよかった。普通に。ブローザホーン勝ちゃいました。8番ね。あ、うん、そういうもんなんですかね。アメアメフレフレの方ですわ、買ったのが菅原明騎手。明菅ちゃん、名前下明言うんですよね。菅ちゃんってずっと言ってた人ですね。そうですね。あれ名前明やった。明ですよ。で、八代亜紀、八代亜紀1点で買いました。1点で買いませんでした。8番で明やったんですね。悔やむとこです、ね、悔やむとこです。で、京成杯も残念でね、チョークはあの桃色クローバーZ結婚した、ね、8枠1番ダノンデサイ、2着はね100日総得です。もう100日100ですわ。100、そんなんがあったんや。100日総得別1点です。これ桃田さん、まだ1点で買いました。馬タンでも1点で買いました。後付けちゃう、後付けですねこれね。まあね、でも桃田さん桃色言うてもこれ、ね、赤色、あれ赤色らしいです、勝負服ですからね、うん、難しいと思う、ね、難しい。こういうあの時事ネタいうのは、ね、さっきの結婚ネタ、もう来たんで、もう今週はあのまた結婚ありました。カトゥーン中丸君、あの AJCC ね、 AJCC、うん、はい、6番サンストックトン、オーナーも生産牧場もカトゥーステーブルね。カトゥーです、カトゥーです。カトゥーです、これ。カトゥーステーブル、ね、どうすか、これ難しい。これで、あの相手元日テレのアナウンサーらしいです。笹崎さん日テレなんですけど、去年日テレ杯というレースがね、船橋競馬場でありまして、牛場鉄道、船橋鉄道、ああ、それ管理者の高木調教師なんですよ。なかなか遠いところからも来ましたね。これフォーリアリティなんですけど、オーナーが小笹さんなんですよね。笹名前一緒、笹さん一緒。これもできましたね、5枠なかなか、5枠2頭、まあ、カトゥーンと加藤と、加藤ね。で、まああの笹ね、まあ、まあちょっとあの正当に攻めるなら、正当にあるんですか、正当かな。あのルメール騎手このレースね、2年連続1番人気で6、5着なんで、ルメールさん、ルメールダメ、一番人気で、まあ、今回1番人気ならなさそうなんですけど、まあまあ人気するでしょう。選手の形成杯なんですけど、あの勝ったの横山典弘騎手、お父さんね、お父さんなんですけど、お父さんなんとこのレースね7勝してまして、すごいですね。形成杯直近で勝った年はですね、05年、10年ね、どっちも AJCC 勝ってるんですよ。形成杯勝った年は AJCC も勝ってるんですよ。2週連続で、2週連続なんですか。ああ、だからこれ横山天気でこれ1着でもいいんじゃないですか。だからこれ 3から5、6とかね、そのデータはなんか、非常に触手が動きますね、形成杯勝ったら次の日形成杯あの3勝してるんですけど、直近2回はね勝った時は AJCC も勝ってるんで、これは耳寄りな、2週連続耳寄りなデータ、これいいんじゃないですか。これ誰も気付いてないと思うんですよ、私だけの極秘で。オッズ動かすかも。モリアーナってどれぐらいの人気なの？あの中山で去年あの G2 勝ってるんで、秋にで、あの秋華賞まで行ったんで、まあ伸び盛り4歳牝馬ということで、まあそこそこ人気はするでしょう。秋華賞以来ですね。相手人気ないんでね、これ相手は人気ない、あ、フォーリアリティ参戦とか人気ない、そんなないんで、ないですね、うん、はい、まあ、変わりました、うん、これもちょっと いい話を聞きましたね。でですね、これは事実婚で、あの父もどんどん結婚しました、ね、ダイナマイトどんどん北大路銀はピッチャーです。キャッチャー菅原君、おかげんダイナマイトです。菅原君どんどんといえばダイナマイトどんどんなんですけ ど、まあ、調べてください。ダイナマイトどんどんね、なかなか面白い、ね、なんか要は昔はあの、うん、再放送でやってました、ね、再放送もうサンテレビとかね、しょっちゅうしょっちゅうやってたもん、何回も言いましたよ。でね、先週ね桃色の黒を着たんで、黒島さん、黒島さん2枠
広島の黒田選手。あ、黒田選手ね。黒田選手殿堂入りしました、ね。殿堂入りしましたから。もうこの週は黒かもしれないですね。黒かもしれないですよね。まあ、あのちなみにルメール騎手ね、さっきのこれも2枠なんですけどね、2枠で黒なんですけど、黒身、まあ、これ忘れましょう。黒身なんですね。でね、まあ、2枠これ2頭ね、キリンジ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 、これはあのどっちのキリンジ、相撲取りなのか、相撲取り、あの歌い手の方なのか、グループ、まあ、どっちもいいですよ、堀米兄弟の歌い手を持っていくか、キリンジ、キリンジね、あの相撲のキリンジ、キリンジ、富士桜戦というあの名勝負ね、ま、回しいらない、あの、そうですね、キリンジ、ずっとこれで拍手を喝采、そうそう、いやもういい相撲でしたね、まあ、黒の2頭ね。それでですね、ミッキーヌチバナという馬がおるんですけど、ヌチバナ、ヌチバナ、これね、ヌチバナいうのは沖縄の踊りのらしいですよ。そっちの方が来そうじゃないですか、うん、これ沖縄舞台やったんで、チームドントンで、うん、全部沖縄の沖縄舞台、そう、そっちの方がなんか関連してますね、うん、1、これミッキーの内場がこの2枠2頭とかね、この宮沢くん、宮沢くんのあの宮本厩舎ね、宮崎一緒で、宮崎一緒、これ1からこれ16とかね、オーロイプラグ、オーロイプラグ、元あのメキシコのレストラン、そう、あのブラソデオロとかありまして、あのブラソデプラタブラソデプラタ、ブラソデプラタのお兄さんがブラソデオロ、うん、だからブラソスとかありまして、あのよくルチャリブレミニ、あのユニバーサルプロレスリングを見た時に、ね、あのこの兄弟を見ました、あれユニバーサル聞いてました、ユニバーサル聞いてました、いやそれは思い出させるオーロイプラタ、イプラータね、プラータ、うん、あれしかもルメートル、我らがルメートル騎手ですよ、結構、いや本物説が出て、結構勝ってるんですよね、勝ってますよ、結構うまいんですよね、うん、そうです、でね、まあ、もちろん点数多くなるんですけど、これあの東海テレビ杯なんです、愛知県のキー局ですね、うん、でね、これあの CBC 賞というのが あって、はいはい、でね、前の年なんですけどね、まあ、7月なんですけど、前の年の CBC 賞とね、ここ6年中ね、5回枠連が同じの出てるんで、6年中5回、去年4なったんですよ、全然言うてないとこですね、そうなんですよ、ちょっと点数多くなるんですけど、だからもう決め打ってね、こうミッキーヌチバナからね、この4枠と7枠の2と2を流すとかね、4、7のどっちかどっちか来るとか、ああルシファーじゃないですか、うん、ルシファー、これはあの昔 IWA ジャパンに行ってたレスラーでルシファーいましたけど、ね、いましたっけそんな、ね、あのケビン・サリバン軍団で、ね、あ、ケビン・サリバン軍団ね、あ、いましたっけこんなルシファーっていましたけど、ね、これまあ点数多くなるけど、これねいずれもあのそんなに人気ないんで、はい、まあ、ビッグ・ティファルスは人気するんですけど、はい、不法続きで、不法続き、そう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 、まあ、まあ、まあ不法が、私の化身とか言われてましたけど、エスパー、お前は伊藤だろう、伊藤だろうっていうのがありましたけど、うん、エスパーさんですけど、あの覆面のじゃあ、うん、あれ、エスパーさんね、エスパーさんらしい、60若いです、60なんか2、3でですもんね、いや、カバン中入る、カバン中入りすぎたんでしょうか ね、お前伊藤さんね、関係するのが探したんです、まあ、でもあの伊藤さん、あとあの黒タイプですから。キーワードは、なるほどね、黒タイツ、うん、まあ、衣装はただ一つ黒タイツ、黒タイツ、でもまあまあ黒いいじゃないですか、だから、ね、だから今回はあの2枠が、2枠が、気になるなというところですね、うん、まあ、IJCC もまあ気になったら2枠買ってください、あんまりね、あの年明けでね、あの痛快なヒットもないわけですけど、ああだったかこうだったかみたいなことが多いですけど、で、また、であのレース終わった後また後で気づく、レース終わったらこれ実はあれですよとか言われて、しまったってやってね、続きます、いや、アディオス。